腹空いたよね。お腹空いた。まず場所確保しますか。どこがいいかな。これ全部使っていいよ。広い敷地だ。すごい。一人でも出ちゃうかな。全然軽い。すごい、外でこたつなんて見たことない。あ、来た。はい。うわっ。あ、これじゃ。うわー。いいんじゃない。すごい。やばいよね。ここで暮らしてもいいよ。これガスコンロか。いいな。それをこたつのまま置いて。焼く。あ、鍋。鍋ってこれすごいじゃん。なんかも正月じゃない。秋通り越して冬になっちゃった。でん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 。さて、今日切らせていただくものは、はい、何でしょうか。今日切るのはということで、世の中のコロナ途中切りさばいていきたいと思います。それはぜひやってほしい。シャキチこれだけ。グネギごぼうなの。そうなってきちゃったよ。ちょっと寂しいよ。あ、なんかの距離感で発見みたいな感じで。え、すごい、めちゃくちゃ入ってる。かぼちゃじゃん。すごい。かぼちゃありますよ。かぼちゃ好き。どうしてます。え、めっちゃ可愛くないですか。あ、そういうかぼちゃ。うん。大根。本当かぼちゃ。ただもの。ただものですよね。キノコ。それあれじゃない、半身の感じがして飾る。でも、そんなことない。松茸。でかい。え、松茸って日本の最高って。これ松茸って。でかい。何知ってんの。知らないんだけど。どれが松茸。なぜ。松茸に、お、これもだ。出てるよ。これいますね。本当だ、誰かいる。すごい、ネギの匂いだ。なかなかネギデカめですね。家の感じなんか。もうちょっとこう入れる感じじゃないですかね、多分。どのぐらいなんだろう。分かんない。一回それにしたっけ。時のね。だしだけ今。うん。水と、さっきとだしと。さあ、もっと入れていいと思う。あ、開いてないですね。これ結構多くていいのかな。でも白だしでしょ。これ白だし大好き。お、上手。これに上がっていってる、はい、いやー、いやー、明日だけに普通だ。こうやって相談して見たことのない最下の方に、肩にカメムシです。やだ、取ってください。最下、こっち怖いよ。ちょっと誰か無理よ。カメムシなん。うん。やだー。どうしよう、これすごいね。山のカメムシの体違う。すごい、ちょっとスタイリッシュ。そう、スタイリッシュ。豆腐すごいちっちゃく切ったの。あ、どうですか。うん、そういうこと。うーん、おー、うん、鍋って感じ。うん、いいね。あとは待つだけ。多分お茶飲みますか。はい、お茶お願いします。お茶じゃあ入れさせていただきます。お菓子とか。お菓子、おばあちゃんちによくあるような、あの甘いお菓子とかありますか。お菓子ありますかね。お菓子はないです。あー、いいですね。これもおめでとうティー。何してんの、こっちだよ。あ、間違えた。乾杯しますか。じゃあ、お邪魔します。お邪魔します。乾杯。あー、あったかい。あ、おいしいね。おいしいね。こんなにさ、あったかいお茶が美味しく感じることって珍しい。なんか海苔の味する。すごい、雲が
る。めっちゃ気持ちいいんだけど。めっちゃ気持ちいいよ。ね。寝れるもん。あっち向いてそいつを、あの前後向いてる。前後。やりましょう。え、じゃあ相手の前はどうなるわけ？こう。じゃあ分かった。こう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 じゃなくて、あっち向いてこい。あっち向いてこい。あっち向いてこい。せーの、あっち向いてはい。誰も行かなかった。行って行って。え、でもこ、私がこうやってやってるってことは、私はそっちってことですか？どういうこと？次こっちに。私のこっち。こっちはみんなこっち。みんなこっち。指さしてる方に行けばアウトってことだよね。あっち向いてほい。あ、J 違うって。あ、違った。あ、えっと、これ難しい。食べれるね、うん、やっとです。いいですか、食べて。ハナドゥセチャノゲスミダ、いただきます。ジュッション、すごいいい匂い。あ、おいしい。まずはキノコ、キノコとごぼう。あー、温まる。おいしい。あ、すごい、キノコの香りすごいね。ね、キノコの出汁だ。あー、うん、めっちゃうまいよ。え、やばい、美味しすぎる。やわらかそう。プルンプルン、ゼリーみたい。うん、ネギうま。いや、めっちゃ美味しいね。冬は鎌倉で絶対いいですね。お正月の放送見て、うん、松茸？皆さん松茸でございます。松茸ってこんなちっちゃくなっちゃうの？おお。どんですか？めっちゃ香りがいい。これが高級食材。初めて感じだし。あれあれ、ノーコメント。歯ごたえがいいね。うんうんうん。おいしい。すごい香り。初めてだ。ね。あとキノコって言われてもわかんない。ね、キノコ、これがキノコの味かってなるよ。おしゃれな味。ああ、うん。ちょっとおしゃれな味。お高い味がする。高いからなんだろうね。ね。うわぁ、秋の鍋って感じ。それがお酒だよ。なんて幸せ。ロケーションも素敵ね。うん、どこのロケーション。テスター過去があります。一人でコマネチをさせられました。
行け行け、やばい。